ジッププラス3。やだメリークリスマス。どちら様ですか？どうもチキンです。伝わってますかねこれ？めっちゃ可愛い。伝わります？でですよ、はい、マジほんまですよこれは。やだもう可愛い。これは可愛い。ございます。いいね、サンタです。やだサンタだよ。だって朝一番初め会った時ヤバって言いましたもんね。ヤバって言った。可愛すぎて。ゆらさんいい、ね、すぐ褒めてくれるね。すごい好きなの、はい、マーシちゃん可愛いよ。ごめんなさいね、普通に告白してごめんなさい。可愛い。やった、いいですね。ちょっとクリスマススペシャルな感じで、うん、しかも多分プラス3年内最後になりそうなので、うん、ちょっといろいろこう総括的にお送りしていければと思います。はい、はいはい、これで総括するんですね。そうです。チキンで総括してもらいます。いや年末です。はい、はい、ごめんなさい今全然頭が回ってない。お気づきかもしれないんですけど、ちょっと今日盛りだくさんで、おかですね、はい、クリスマスのこともありましたし、錦鯉さんも今日でまた離れられちゃったし、錦鯉、はい、さんの顔見ると泣くっていう、もうちょっとなんか、ちょっとおかしなことになってて、ね、今錦鯉さんとお別れして今もうロスなんですけど。確かに悲しいです ね、めっちゃいい人だよね。家族ですよね本当に感覚が。そうだからちっちゃい時からの見てるし、だから毎週会えてたのにまたいなくなっちゃったんだって思ったら、なんか今すごい悲しくて、ちょっと立ち直ってないのに目の前にチキンがいて情緒がちょっとぐちゃぐちゃになりますね。うん、ちょっとあの質問もいろいろいただいてるので、はい、いただきますね。じゃあまずクリスマスの話から、はい、あ、そろそろクリスマスですが自分にプレゼントあげるとしたら何にしますか、だそうです。自分に。でもそれこそね、あのなかなかこう大人になってってなると、はい、自分にってそんなにないかもしれないですね。ないです。特に家族の中でも一番物欲ないんで。あ、そうなんですか。はい、え、もう昔から？昔からですね、最近特に。子供できてからはもう特にもうそっちがメインになってるから、お子さんのものをね、なんかいろいろ買い足したりっていうことあるかもしれないけど、はい、何かあえてあげる欲しいものってありますか？じゃあ、赤色のパンツ。なんでですか？パンツってどっちのですか？パンツ？あ、一番下に履くやつです。おパンツ、はい、へ、今どんどん赤色のパンツを増やしてて、縁起を担ぐじゃないですけど、頑張るぞ勝負パンツって感じで増やしていってるので全部それに変えたいですね。やっぱり赤がなんか勝負パンツっていうさ、芸人さんとか結構いるんですかね。あ、そうですね、あるんだね。すごい。え、力が出るんですか？いや、なんでしょうね、そのこれであかんかったらしょうがないみたいなところに思えてやれるって感じですね。なんかパワーもらってる感じはありますよ。でもそうなん、じゃあ久保さんちのそのパンツ入れのとこ真っ赤なんですね。はい、半分真っ赤ですね。そうなんですね、ね、全然知らなかった、ね、え、ジップそっか、そりゃそうだね。見たことないんだけどって言いそうになったけど。そりゃそうやって見たことあるわけない、ね、あら、あら、クリスマスたちがいるよ、いるよって。ジップが勝負になってる日もあるんですか？ジップ中は常にですよ。そうなんだ、はい、全然知らなかった。そりゃそうですね。へえ、はい、いや、じゃあ何かあったら赤いパンツ差し上げるようにしますね。はい、確かに、はい、もらっても困る、私もらっても困ると思いますけど。マーシャンは何か欲しいものある？私なんだろうな、でも私も結構衝動買い派なので、なんか買えるよってなったら、なかなか思いつかないんですよ、ね、普段から割とパッと買 う、 そうなんです。最近なんかこう衝動的に買ったものありますか？最近は、あのちょっと貯めてるので、お金を貯めてる貯めてるので。知らなかったわ。それこそどうしたの急に。そうそう、急になんか、今は貯めたいモードなんで。何なのそれ。どうしたのよ。ちょっと気分があって、いつから？1ヶ月前ぐらいです。まだ短いね。まだまだね、なんですけど、ちょっとは貯まった？ちょっとだけ貯まりました。まだ1ヶ月だもんね。でも、そう、3ヶ月ぐらい頑張りたいんですけど、3ヶ月でいいの？そう。で、何買うの？いいんです。なんかちょっと、あの家具とか、あと家電系とかちょっと買いたいなと思って、なんか
掃除機とか、うんうん、あいいね、買い替えたいなっていうのが一番今欲しい、あれゲーム欲しいって言ってなかった？そうなんですよ、私、うん、あのスイッチ持ってなくて、え、やろうよ。でもみんな、うん、あのね、三浦さんもそうだし、うん、久保さんもそうですけど、うん、スイッチ持ってやってるから、そうそう、ちょっと買おう買おうと思ってるんですけど、うん、まだ買えてない。そっか、そこの間ね、オンラインでこうちょっとやった時に携帯からもできるし、うん、スイッチからもできるっていうゲームだったから、うん、そっか、私もスイッチ買ったの去年とかかな。あ、本当ですか。そうそうそう、あでも確かにそれが一番欲しいかもです。ずっと言ってるもんね。そう、ずっと言ってるんですよ、うんうん、なんかポケモンもやりたいしね、やろうよ、うん、一緒に交換しよう。交換したい、マッシャーにあげるポケモン貯めとくから。本当ですか、うん、じゃあちょっと追いつかないと、うん、やろうね。やります、うん、決まった。もうね、もうさっきからデレデレしてるだけで、ほんまにそうです。何も回してない。ほんまに、なんなら私今スイッチ買ってあげようかなと思った。私に買われてもね、重いですよね。あ、今年のマイ重大ニュースはありますか？重大ってあの重い方です。そうですね、10個じゃないです。重大ニュース、はい、でもなんか一つ挙げてとかって言われるとちょっと難しいですよ ね。じゃあそんな3番目ぐらいのニュース教えてください。3番目、1番って難しくないですか？なんか難しいです。一番良かったこととか、うんうんうん、そう言われるとすごい困るから 3か4くらいでいいです。2やったらすぐ浮かぶ。あ、2で、2で、じゃあ2でいいです。2です、うん、あの好きなお天気キャスターランキングにランクインした、はい、え、めっちゃ大事。これ 1かも分かんですね。え、何位だったんですか？9位です。え、どうします、来年何位目指しますか？10位。え、下がってる。なんで、なんで、びっくりした。来年も、はい、あの10位以内に入れたら、うん、これはもうすごいなっていう、うん、はい、はい、すごい、ね、すごいよね、うん、たくさんの人が見てくれてるって。そうです、ね、ことですもんね、はい、じゃあ来年は8位。そうですね、上に目指して、はい、応援します。ありがとうございます。変なテンション、変なテンションです。本当にごめん。マーシちゃんのなんかじゃあ3番目のニュースは何ですか？なんだろう、2でもいいよ、5でもいい、6でもいいの。デレデレしてる。あ、引っ越ししました。やだ、それ1じゃない？1かもです。この間ね、あ、しゃべってお茶した時に引っ越したい、どうしようってずっと言ってた。どうしよう、なんかどの辺かとかもすごい迷ってて、うんねねうん、で言っちゃダメだよ今、うん、どこも言わないですよ。言わないですけど、うんうん、でもなんか、うん、自分で納得したとこにちゃんと引っ越せたので、うんうん、あ、よかったね。よかったです。テンション上がったでしょ、うん、そっか、それで違いますね。そっか、家具とか、うん、家電とか、そうそう、ちょっとなんか部屋の雰囲気とかも変わるし、うんうん、なんかね、新規行ってみたいな、うんうん、変えようかなっていう感じです。え、言える範囲でどんな感じのお家のテイストなの？え、なんか、うん、あの私もともとフローリングがちょっと白っぽい感じだったんですよ、うんうん、それが濃いめのウッドになりました。やだ、ウッドだって。ちょっとなんか落ち着いた感じ。落ち着いた感じになっちゃいました。そうなんだ。じゃあちょっとこう、そういう落ち着いたナチュラルテイストのお家になるんだ。そうそう、ナチュラルテイストだって。あとちょっと色も全体的に落ち着かせようかな。落ち着いたマッシャーが来年見られますよ。あの本当にあの最後のプラス3で終始見てくださった方申し訳ありませんでした。あの浮かれております。本当にあの1年間見てくださって本当にありがとうございました。少しでもね、一緒に朝を過ごせていたら嬉しいです、うん、そして来年もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお迎えください。 ZIP プラス3でした。よろしくね。明日のジップも見てね。